はい、お疲れです、今日は足場工事の短歌か。最近ちょっと足場の話ばっかするんですけど、あのね、まあ、まず、まあ、これから独立する人ってじゃあどんな感じなのってね、単価どうなのとか、まあ今やられとる人も見てんのかな。あ、やられとる人はさ、今もう足場実際に手間受けやっとる人、まあ常用で1人区いくらだよね、あの1日行っていくらってあると思うんですけど、あと常用で手間受けだよね、トラックだけ持って手間で受け取るんか、まあトラック会社からもらってるんか借りてんか分かんないけど、それかもう在庫を含めてだよね、建設会社ないし足場屋さんから孫受けっていうのかな。だって建設会社が下請けじゃないな、元請けで、そこから足場屋さんが受けると、まあ下請けになるよね。で、足場屋さんからさらに受け取るっていう会社もいっぱいあると思うんで、あれです、孫請けなのかな。なんかさ、あの商売で今やられとる人、なんかぜひコメントで、まあなんか愛知県の単価とまたその他の県のね単価って違うと思うんで、あのぜひねちょっとコメントで、まあ他のね職人さんとかもこれ見るから、まあ、それ公開していくからね、どんどんあのコメント入れてほしいなと思うんですけど、こんな感じだよっていう風で、うん、そんならみんながね情報共有できるといいなと思うんですけど、まあ今なんか言ってもあれでしょ、オリンピック景気とか言われてるから職人さん単価高いでしょ。うん、まあ愛知県はまあなんか、うん、万博がなんか大阪にあるんだったっけ。でそれとまあオリンピックで今職人が足りてないで、足場屋さんなんて本当今めっちゃ忙しいと思うんですけど、でもうちでもそうだもんね、外注さんに大きいやつ振ろうかなって話すると、まあ安かったらもうやりませんみたいな感じもあるんで、多分今すごい単価いいと思うんですけど、今はね、俺今後暇になってくんじゃねえかなと思ってんですよね。まあ、ここ1、2年ぐらいで暇になるんじゃねえかなって、まあ、僕の感じですけど、まあ一応12年ね、もう経営者やっとるんで、まあ僕らもそのあれなんですよ、消費税が上がった時、上がる前なんていうのはもうシーリングなんか倍ぐらいになったよね。お客さんから例えば700円メーターもらってんのに、職人さんが1000円じゃないとやれんとかね。やっぱそういう話もどんどん出てきたけど、今度もういくらでもいいで使ってくださいって、この暇になるでね。もうガクンくるでしょ、暇になる時は。で今なんか肩枠の職人さんがあって、俺同級生で肩枠の親方やってる頃けどね、親方小型で1万5000とか1万3000ぐらいしか乗用電とか言ってた時あったもんね、一番ひどい時。でそれが今もう3万出しても人いないっていうもんね。それはもう絶対数が肩枠屋さんなんかもうみんな辞めたとか言うもんで、いないよねそりゃ。うん、だからまあそんな世界なんだろうすけど、まあそのうちもさ、塗り替え道場って元請けでやってるから、まあその下請けの値段ってあんまり知らないんですけど、足場なんて言ったらどうなんだろう、まあ俺の感じでは分かんないけど、まああの二段手すりのそのさ、笠木入れてとか、だとちょっと分かんないけど、戸建て民間だったらどうなんですかね、普通のあの片足場っていうの、あれだったら本当平米500円、いや、いい方でしょって思うんですけど、250平米だと10万円の50平米で12万5000か、12万5000、500円だったら12万5000で、階段とか別になってくるんかどうか分かんないけど、まあね、まあ、そんなもんだと思います、これから独立してこうと思う人だと。でトラック持ちだと手間でどれぐらいって言われると、もううちいないんだけど、トラック持ちで手間でやらしてる子ってまあいないもんですから、どう、でも64ぐらいってよく聞くんですけど、どうなんだろう、みんなこの、まあ動画聞いてるのはちょっとコメント欲しいな逆に。うん、大体でそうすると、まあ12万5000のね戸建てだったら6割だったらどれぐらいなの、7万ぐらいなの手間受けが。でまあ材料とね、会社が材料を出すもんでね、でまあ仕事取るとか営業のね管理もあるもんで、まあ6対4ぐらいじゃねえのって大体相場的に言うと、じゃないんかな。うん、なんで手間で、まあ、7万で儲け出さなあかんからね、トラック持ちだったら、まあ、どう1台1回ねトラック持っとるで、まあ、トラックは150万でどんだけ使えるかわからないけどね、中古で買って150万、新車買いは500万ぐらいするでしょ。だって中古で150万とか200万で買って
まあ2年もじゃ年間100万か、3年もじゃ70万ぐらいでしょ、それで4年もじゃ50万円か、それでまあ月々に換算するとどうなんだろう、まあ知れとると思うんですけど、まあ手間受けでこれからやっていこうって思うんだったら、やっぱ6万出てあれじゃない、まあ6万出ると、まあでもそんなもんだと思うよ。うち塗り替え道場から、あの塗り替え道場から、その今職人さんっていうのは別会社になってるから、南施工サービスっていう感じになってるんですよ、会社名にね。でそこに一応塗り替え道場からやっぱ振るみたいな形にしてるから、うん、まあだからね、戸建てなんか10万とかだよね、足場は。一番ちっちゃいサイズはね、まあサイズで決まっとるんだけど、単価が一番ちっちゃいサイズは10万だよね。うん、だけど、うん、そうすると手間受けだと6万とかになるんだろうけど、まあそれでやる人がおるかを、まあ今のご時世おるんかはなんかわからんけどね、あの今よそでやってるともっと出とるんかもしれんけどさ、まあこれからっていう人たちはまあ6万でいいでやらせてくださいってやっぱおると思うんだけど、うん、6万だとだってどう、トラックだってもう3人で組んでバラしこなあかんわけよ。うん、だってまあこれ動画見とると、いやうちはもうだって2人で組んでバラしくるって言っていくらでもおるもんね。うん、だって組バラバラって行く人もおるでしょ。まあ今そこまでやるやつどうかな、おるんかな、おるんだったらぜひコメント欲しいんですけど、3人で組バラバラって今あの化石祭がうるさいでしょ。だってあんまり乗せれんもんで組バラバラってちょっといけんと思うんだけど、うん、だから、うん、だけど組バラ3人でやらな関心、まあやれんとこも多いよね、でも、うん、まあぶっちゃけで俺も、まあ、この間も動画で喋ったんですけど、自分の家でね、目の前で足場マンションに組んどったけど、マンションっつっても4世帯のちっちゃいよ、アパートみたいなやつだって、どれぐらい350平米ぐらいなのかな、で5人ぐらい入ってて1日で組んでやがったもんね。そんなとこいくらでもあるもんね。うん、でだって俺らみたいな民間の片足場だよ、うん、だってね、ゼネコンの足場とかさ、ハウスメーカーの足場だと2段手すりの笠木とかになってきて、先行手すりだってなってくると単価ってどんどん上がってくると思うんですけど、まあ、どう考えてもまあそんなもんだよね。でまあこれからまあ自分でねトラック持って、だって従業員でいくらでもらっとるか分かんないけど、まあ乗用だとまあ18、まあ今どう、あの関東とか行くと2万5000円ぐらい乗用でも出るっていうのかな、手間じゃなくてその乗用ね。うん、でまあ場所にもよるよね。いきなり俺が明日独立しました、じゃあ2万5000円くださいって言ったら、ちょっとお前それ早いんじゃねえかっていうのもあるしね、若い坊主連れてくもんで18でいいですとか、まあそういう世界だと思うんだよね。もう俺16でもいいんじゃないって思う。俺もようやったよそのね、もう勉強だでね、まあ日々勉強だから、まあそんな単価のこと言ったらあかんけど、まあ世間相場っていうのをまあ頭に入れながら動いていけばいいと思うんですけど、うん、まあ2万円とかそんな世界じゃないのかな。うん、まあね、で最初に言ったように、まああのあれでしょ、で在庫で受けるならっていうのだったら、まあ戸建て10万だよね。今もっと高いと思うんですけど、もちろん10万でやる業者いないもんな、どんだけ探しても。多分逆に10万でやりますってなったら、あのうち営業かけてくれや、多分紹介じゃないけど、まあ、触れるけど、今も逆に今来てあんまり仕事がないですって言っとるところもどうなんだろうなと思うしね。まあまあ人間関係のたまたまのねあれがもうあるかもしれんし、うん、これから頑張っていこうっていう人なんか特にそうだと思うけど、まあ大きいところは今もう10万じゃ動かんよね。ちょっと大きいっていうか、職人ちょっと5人以上抱えて10人とか20人でやっとるようなところなんか、まあ多分今戸建て10万でやってくれるんじゃないかな。うん、だからなんか音が出てこなごめんなさいね。まあそんな感じです。まあ足場のね、これから商売でやっていこうって、やっぱ一生懸命 やればいいからね、絶対に足場なんか本当にもう中卒でも何でもできるから、一生懸命やれば。で実際にうちで働いてる子でも独立してたっつって、ほんとすっごい稼いでた子もおるけどさ、うん、だからみんなね、あの裸一貫じゃないけどさ、一生懸命やってお客さん大事にしや成功できる世界だもんね、この世界は。なんで、うん、まあね、独立目指してやっていくのは、まあ、うちの主義はみんな独立するって、まあ俺はもう独立するって言ったら応援するからね、絶対に。そして明日みんな来ないで、この動画公開して次の日、まあ、全員独立するって言ったら、まあ、ちょっとタイミング見てくれっていうところなんですけど、
で俺はもう絶対にそうやって自分でやっていくべきだと思うし、うちの会社もそういうふうに動いてるしね。で会社を大きくして、うん、じゃあ次はあのステップでね、やっぱ卒業生みたいなの作って、じゃあいろんなね関東行こうかとかもやってたじゃん。でそれもそうだよね。じゃあ今度はお前も社長にしてやれやって、で金を出してあるとかね、何千万も出していきなりね一兵隊から徴用でやる必要ないじゃんね。俺と人間関係しっかりできてんだからさ。だからまあ俺もお金応援してあげるから一緒に儲けさせてねってやっぱなるしね。まあそういう関係になっていけばいいなと思ってるんで、社員にはね。でこの動画見て本当に、うん、俺もう本当にうちで修行して2年3年本当にやってくれて、あの応援してお金出してくださいって言うなら全然出してもいいし、まあ、もちろん今のメンバーもおるから今の子たちと一緒に競い合って、うん、で地元帰って会社作りたいんで会社応援してくださいって言って1000万2000万出してくださいって言うの俺全然出すからね、うん、だからぜひ、まあ、なんか求人かなんかでもあの修行来てくれたらね、まあ、そんな今日来て明日俺仕事ができるできんよりも人間性だから俺本当に。だから何年か一緒にやって、あこいつ好きになれるな、こいつだったらお金出してもあの失敗しても俺もいいなって思える人間じゃないとお金出さないから、そんな1ヶ月や2ヶ月1年やそこらでっていうふうにはいけないと思うけど、まあ最低でも2年かな、まあ3年2、3年はやっぱ掘って人間関係作って何千万ものことだんでね、じゃ信用で出すわけでしょ俺はお金を。だから、まあ、ある程度そういうものがないと俺出さないから、まあ、そんな1週間2週間1ヶ月2ヶ月仕事を見てもらって金出してくださいっていうのはちょっとちゃうかなと思うんですけど、うん、そんなのが全然来てほしい。仕事なんかもううち1回でもあるからね、うん、だから来てほしいし、まあ、自分の今ね働いておるところで独立させてもらえば、まあ、それもそれでいいと思うしね、うん、まあそんな感じです。ためになったかな、ちょっとなんかもうちょっと気合いで喋ってよかったね。ちょっとゆっくり喋っちゃったね俺も、うん、ためになったらいいと思いますけど、うん、まあ頑張ってください。頑張りましょうお互い。